旧朝倉家住宅旧朝倉家住宅は東京都渋谷区猿学町に所在する歴史的建造物重要文化財に指定されている旧朝倉家住宅は渋谷区猿学町第一が目黒川の谷に落ち込む南西斜面に東京府会議長や渋谷区会議長を歴任した朝倉小次郎によって1919 19年に建てられた 大正期の和風二階建て住宅の趣のある建物と海遊式庭園を見ることができる。現在の所有者は文部科学省である。当住宅は大正期に建てられた大規模な邸宅であり、東京都心部に所在する数少ない関東大震災以前の和風住宅である。建物はも屋が敷地北側にあり、 土蔵が西側に、車庫等の付属屋が東側にある配置となっている。母屋の外装材は屋根が瓦吹き、外壁は下見板張り、部分的に漆喰塗りである。屋内は床がほとんどが畳敷きと接客と家族のための座敷が統一されているが、茶室等の機能の違う部屋の衣装には特徴がある。母屋は 敷地北よりの中央に位置し、複雑な平面構成を持つ。母屋の主体部は、南北東1階建ての部分と、その西に接続する東西棟2階建ての部分からなる。1階建て部分は、東面中央に玄関が突出し、これを入ると左手に12畳半の応接室、右手に洋室がある。その西に接続する2階建て部分は、1階に南北2列。 計六室の居室を設けていた。ただし、南列の三室は現在は間仕切りを排して広い一室となっている。二階は西に15畳の座敷、東22畳半の次の間があり、その東には廊下を挟んで茶室と水屋を設ける。15畳の座敷は床、棚、腐書院の座敷飾りを備え、天井は各天井とした格式の高い部屋である。 主体部の南西側には、杉の間と称する座敷部が接続する。主体部の西、座敷部の北には、廊下で囲まれた中庭を設け、中庭の西には、別棟の土蔵が立つ。杉の間は山室からなり、化粧材に杉材を用いている。その北西に接して、茶室を設け、茶室の北の小室は大きな丸窓を設けることから、丸窓の間という。 丸窓の間の北に接して、戦術の土蔵が立つ。この他、主体部の北側に内玄関と台所、中庭の北側に、家族室がそれぞれ突出する。現在の旧朝倉家住宅用地は、ヒルサイドテラスに隣接している。もともと、ヒルサイドテラスの用地は朝倉家の用地であったが、 大正期の和風住宅の保存を望む同家の家族と建築家の牧文彦によって朝倉家住宅の保存とその周辺の街づくりが行われた。保存に関わった鈴木博之は以下のように述べている。旧朝倉家住宅の保存で特徴的なのは明治建築ではなく対象の建物であること。この時代の建物は地方にはまだ数多く残っている。しかし、 建物の時代の古さだけで評価されるのではなく、質の高さとどこの場所に残されていたかが重要である。そうした考えに基づいて、朝倉徳道を、朝倉健を、牧文彦、元倉誠と、鈴木博之により保存が行われた。保存後の問題としては、いかにして使いながら保存していくか、どういった使われ方が好ましいか、建物と一体になった。 よく残されている庭園を含め進めていかなければならない。鈴木博之、保存現論日本の伝統建築を守るマイナス、沢崎明春、市ヶ谷出版社、2013年工程のある、海遊式庭園で、典型物である石灯籠等が多く配置され、四季の花も見られ春は筒ジ、秋は紅葉等を見ることができる。ありがとうございます。